灘中落ち東大落ち大学生講師のリアルをお届けしていきたいと思います。ポラリスアカデミアの吉村です。よろしくお願いいたします。ということで、新キャラ登場なんですけども、灘中落ちてで東大にも落ちてで今横国に通っている、現役大学生なんですけど、この度うちで講師をねしてもらうことになりましたので、軽く自己紹介をお願いします。横浜国立大学1年生の沖相馬です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、すごい若い19歳です。9歳、はい、19歳なんですけど、実はですね、この度渋谷校が開校することになったんですよ。そこの渋谷校の校舎長がなんと初の学生校舎長ということになりましたので、で実際名門あの名門の東大寺に、東大寺学園、さすがに失礼でしょ、通ってましたと。で東大目指すも、受けたよね、受けて落ちて、後期で横国に行ったという経歴で、いろいろ話聞いてると、東大寺ってすごいんで、僕同じ関西ですけど、やっぱり公立進学校と違ってすごい勉強環境だったりとかして、高校生クイズとかでもみんな知ってる人多かったと思うんですけど、そんな東大寺出て国公立行ってるから、合格落ちてきたことないみたいな、面白くない感じなのかなと思いましたら、灘中も受けてて、そこも落ちて東大寺学園の中学校行って、で大学受験も東大目指して、東大寺って結構東大多いですもんね、行く人やっぱり。そうですね。で横国になったっていうことで、結構実はコンプレックスじゃないですけど、なんかそこに対してこっから挽回してやろうみたいな思いが多いんじゃないかなと思って、今日はちょっとその校舎長紹介動画も兼ねてるんですけど、受験の失敗談からみんなに学んでもらおうっていうのと、どんな思いを持って教育事業に関わることになったのかっていうのをね、お話ししてもらいたいなと思います。ということで、急遽ですね、ポラリスアカデミア渋谷校の開校を加盟いただくのが決定しました。イエーイ。間で CM とかに入ってると思うんですけど、前動画に出ていただいた古徳社長ですね、福祉系もされてたり、もともとね学習塾業界というか、出身だったりっていうところで、この度渋谷校がオープン、だから池袋も開くんで、池袋渋谷お茶の水、一気に都内が増えてきました、皆さんが通いやすくなりましたんで、よろしくお願いします。頑張って渋谷校を盛り上げて、引き続きどんどん都内とか含めて、いっぱい校舎を作りたいと思ってます。はい、よろしくお願いします。という関係で、フランチャイズ加盟させていただきましたということで、ありがとうございました。CM でした。 CM か分かんないけど、東大生講師とかね、難関大講師が多数在籍予定でございますので、日本一東大に受かるプラリスアカデミア教室をどうやら作ることに、なりますので、もちろんね、私立の方も大歓迎ですけども、レベルの高い校舎になっていきますので、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、あとよろしくお願いします。過去深掘ってきます。ういっす。どっちも落ちちゃったじゃないですか。はい、そうですね。だからどんな気持ちというか、その敗因は何やと思ってるんですか。両方落ちました。軽くストーリー立てて話すと、で小4で望み学園に入って、でそこからもう見る見る成績をバーッとこんな感じで上げていって、で最後望み学園2位まで取ったんですけど、でここで全体で、はい、で望みってまだ中受する名門のとこやから、どこでも受かりますよって証明やね、2位やったら。そうですね、まだ中は受かっただろうみたいな、そうだったんですけど、落ちてしまって。ほい、なんでそこまで聞きたかった。もう数学大コケですね、灘中。はい。でも2位ってことは実力はあったんやね、そこまでは。満身ですね。ちょっと変に満点取れるやろみたいな、見直しもせずに満点取っちゃおうみたいな。見直ししなかった。いつもとちょっと違うことしちゃって、あ、本番で。あ、なるほどね。じゃあ全然解けないわけじゃなかったんや。受かった感あって、まあいつも通りかなみたいな感じで、怖、開いてみたら不合格。なるほど。でも1個目はいつも通りにしなかったことが範囲と。そうですね。でも僕もこれ結構言ってるねんけど、 YouTube でも試験本番とか、もし本番で急に大問解く順番変えたりとか、時間制限を練習の間は大問1までで15分とか決めてたのに、本番になると延長しちゃったりとかってする人って絶対落ちてるんですよ、パニックになって大学受験とかで。なんでそれは中学受験の時からも通ずるやつだなと思いましたね。で東大寺学園入りました。それでも名門でしょ。そうですね。で、東大目指そうとしたのはいつから。それはもう漠然と昔から関東行きたいみたいな気持ちはあって。東大最近増えてるけど、まだ京大がメイン。京大がメインです、圧倒的に。7とかやったら東大やね。そうですね。なるほどね。でそこで東大じゃあ結構上位にいないといけなかったわけだ。そうです。で何位ぐらい、最初の中学校の時とかって順位。平均下ら辺でしたね。じゃあ大体どれぐらいやったの、順位は。下から4分の1で、中学3年生ぐらいが一番低くて、全勤戦あったんや。ほぼ最低編ぐらいでしたね。ゼロが全勤戦か。ほぼゼロが全勤戦。最後それはなんで。全く勉強しなかったですね。あ、やってなかったんや。それなんか、いや俺は灘に行けてたしみたいなのがあったん。それもありましたね。あとは部活とかして。はい、何部。ハンドボール部でしたね。あ、じゃあ部活に熱中。そうですね、部活熱中して全然勉強せずにみたいな。ほう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 。なるほどね。それで高校になってちょっと変わった。いつから変わった、本気を出して勉強し始めたのは。もう高校3年生ぐらいで周りが勉強しだして、そろそろやばいなと思いつつも、やる気をこらんみたいな、ちょっと本気出せばできるしみたいな思いつつも、ちょっと。うわ、思ってたんや。傲慢。
でしたね。傲慢といえば傲慢か、過去のなどに受かる実力があった俺ならみたいな。まあ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 、どこかで錯覚していた。なるほどね。それじゃあ始めたいつ、ガチで始めたんですか。夏ぐらいからさすがにまずいぞってなって。あ、目に見えてきたんや、このままじゃとだと東大に間に合わないみたいな。はい、そうですね。そっから本気になったのか。そこでもういかに効率よく勉強するかを考えに考え抜いて。なるほど。でじゃあ結構その東大受けたってことは狙えるところまで行ってたのか、もう記念受験レベルで受けたのか。10回に1回受けたら受かるなって直前思いながら受けました。10回に1回か。え、過去問とかやったら何点ぐらいと、何点でか、どれぐらいのレベル取れてたの。本当に10回に1回合格点が出るぐらいで。それでよく行きましたね。強手がちょっとだけうまくいって、あーはーはー、なるほど。お、本番強い、もしかして自分って思って、そこでもまた傲慢、ね、傲慢さが出た。傲慢さが出ましたね。で受けて、はい、で結果はまあ何でやられたの。数学でした、ね、数学ね。なるほどね。じゃあ、まあ当時の自分に、まあ今ポラリスで今働くことになっていろんな受験生を導いていくわけじゃないですか。ただ自分は当時の自分に戻ったら、まあ半年前、1年前、はい、もうそんな、まあ、2年前ぐらいに戻った方がいいんかな、わかんないけど、なんかもうアドバイスするなら何、当時の自分に。勉強しろ、もう量ね。量をとにかくこなした方がいいっす。こなせなかった人より。はい、こなせなかった僕より。なんでこなせなかったんですか。傲慢ですね。いけるやとほんまに思ってた。あとはもうなんか焦りと、でもやらな、でもやり続かない、やらなって机に座るけど続かないみたいな。そう、ちょっと続かなかったりみたいな。あ、なるほどね。じゃあそういう生徒さんたちを、まあでも多いわけないよね。やりたいけどやれないみたいな。そうですね。勉強したいけどできないみたいな。そういう子たちに今どういう指導をしていくかにかかってるわけなんですけど、はい、実際やっぱ東大寺とかでも同じように、まあ、始めるのが遅かったっていう子たちも結構いたの、やっぱり。あ、そうですよね。進学校でも、僕の行ってた高校でもいましたけど、みんながみんな頑張れるわけじゃないし、多分中学受験とか高校受験とかの時にそれこそめちゃめちゃ成績が良かったり、あとはギリギリで伸びて合格した子たちって大学受験でもそれ起きるのが当たり前というか、同じ奇跡が起きるって思ってる人が多くない。うん、過去の栄光にすがってる人って多くなかった、ね、いや中高とか多かったです ね、 いやね、心の底では自分が一番賢いってみんな思ってるみたいな。まあでもありそうなよな、特に男子校なんで。あ、確かにね、1位を、まあ、でも中旬のさ塾ってさ、もう席順でとかなったりするやん。あ、そうですよ。だからもう競争を煽る仕組みだよね、はい、高校受験の塾とかでも 何クラスに行けたらどうとか、同じ塾に行ってそこの全員で頑張るはずなのに、その中で競争されてなんか、まあ、研鑽を積んで上に来たみたいな自負があるんで、結構だからそう、自分のことをできると思ってる、勘違いしてる受験生の子たちがマジで多くて、これを見てる、まあ、受験生の人とか保護者の人とかが、まあ、俺はできるし、私はできるから、まあ、3年になってからやれば大丈夫、最後に伸びるからみたいな。まだ経験ないんですよ皆さん。うん、どう、実際その思ってたより伸びなかったってことでしょ。そうですね。正味何ヶ月何年あったら早く始めてたらいいけど、高3夏じゃなくて、まあ1年ぐらい前からちゃんと。あ、なるほどね。堅実に勉強してれば、じゃあ2年の夏とか秋からやってれば、そうですね、まあ間に合ったと。あとずっと基礎をずっと、定期テストはちゃんと頑張った方が、はいはいはい、あ、頑張ってなかった。あ、はい。まあでもやっぱりそうやってもやれると思ってたわけ。そうですね、解けると思ってた、できるようになると思ってたけどできないっていうのが東大寺学園の卒業生でもそうなんで、この動画見てる人の中で東大寺学園以上のレベルの人なんてすごい少ないわけで、ってなるとみんなやっぱもっとやんないといけない、早く始めないといけない。でもよく塾やってて思うのが、まずいですって状況になってから塾に来る人が多くて、でも普通さ、健康診断とかさ、何でもさ、そうならないうちに健康に気を使うから病気にならなくて済むわけやんか。病気が見つかりました、緊急手術ですって誰も望んでないわけやんか。やのに勉強ってなってくると、いやもうさすがにやばいなってなるところまでみんな行動しないんですよ。高3の夏で見えたんでしょ、あの残り半年7ヶ月とかっていう期間と上げないといけない成績っていうのを照らし合わせた時に、さすがの自分でも無理やみたいな、これやばすぎるって、やっとそこで想像できてしまった、ね、そう、現実的。そうそうそう、そこがやっぱり1年先見える人が少なくて、みんな夏になって結構やばい子もみたいな。そうなる前にできたらですけど、先に勉強始めててほしいし、いや僕たちの受験相談とか無料体験とか使って、それこそ渋谷校できますから、渋谷駅徒歩8分とかそれぐらいのところに、8分7分のところにできます。池袋もできますけど、渋谷もできます、都内も増えてきてますので、まあ今なんてない時期なんですけど、非受験生からしたら今のうちからやっておくから合格できる。どう、この3月から塾探そうとする人と11月にちゃんと動いて勉強習慣つける人とでどんだけ変わる。いやもうそろそろです。もう本当に堅実に受かる人は今の時期からガチリ出します。2年のね、はい、それでもちょっと遅いぐらいの人もいるわけですよ。9月とかにね、部活引退してってのもあるから。そうですね、そうだ、マジでね、もう行動してない人は早くしてもらって、
で我々ももうね高3の10月とか9月とか来ていただけたらなんとかしようって指導するんですけど、絶対にこの子1年前から来てたらもうワンランク上絶対いけたなっていう子たちが毎年たくさんいるんですよ。なので今日はあの灘中と東大落ちの、まあ、渋谷校舎長ですね、大木先生の、まあ、リアルなところを、まあ、後悔をねちょっと話聞いてきましたけど、結論過去の実績におごってたり、まあでも勉強量なのかな、始めるのが遅い、量が足りない、そうですね、うん、量も足りてないっていうのが、まあ、結局そういうシンプルな範囲になっちゃったと。どう後悔はしてる、やってるよ、やっとけばよかったっていうのは間違いない、間違いなくありますよね。だからやっぱりやり方を工夫したりとか勉強の質とかどの参考書かっていうのはもちろん大事なんですけど、東大寺の人とかだったら、まあ、自分である程度勉強の工夫ってできるわけで、周りにも相談できるわけで、そんな環境揃っててもやっぱりやれないやらないってことで結果伴わないことも多いので、まあ、今後はねうちの指導していってもらうわけなんですけど、そういう生徒たちをむしろ勉強管理して導いていく立場になると思います。なんかありますか、意気込みというか、どんな指導したいとか、どんな教育したいみたいな。もう僕は落ちてもう悔やんでも悔やみきれないし、もう今更悔やんでもどう結果は変わらないので、その熱量はいっぱいあるんで、その熱量を生徒にぶつけていきたいと思います。余ってますから、はい、はい、東大に受かれた分、灘中に受かれた分のノウハウと熱量が余ってるし、まあ、後悔もありますから、それを皆さんに届けるということで、非常に優秀な学生講師、学生講師講社長、まあ講師も兼ねると思いますけど、はい、で全力で指導に当たらせてもらいますので、プロレスアカデミア渋谷校よろしくお願いします。12月1月ぐらいに開校予定になりますので、また正式にアナウンスしますが、まあ、来年度再来年度ね、受験生の人は早めに早めに来てもらって、無料体験やってますので、そこで大木先生の指導を受けて、まあ、まずね寮やと思いますけど、はい、はい、寮をやって質に転換して志望校に逆転合格してほしいと思います。ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。